演武開演。どうも、本日はファミリーマート鮭とイクラのおむすびを食べたいと思います。もう見えちゃってますね、これ。ああ、海苔がないから、これへー、赤はいいですね。でも、これうまく食べられるかどうか不安なんですけど、海苔がないので手が間違いなくベタつくので、このままいきたいと思います。では、いただきます。イクラの食感、鮭の旨味、どちらもふっくらとした小麦とともに噛み締めるのがあれで、とっても美味しかったです。海の親子を結びといった感じですね。親も子もそれぞれ持ち味があって、とっても堪能できましたので、こちらも点数を載せていただきます。こういう風な親子の話って素晴らしいですね。それをされる自分はちょっと残酷かもしれませんけど、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。